じゃあ続きまして、僕から広告業界におけるいろいろな質問をしますので、じゃあ答えてください。好きな広告、嫌いな広告何かありますか？その理由を教えてください。私が好きな広告は、はい、ニュースピックスさん の、はい、あのさよならおっさんっていう新聞に、はい、話題になりました、はい、あの広告なんですけど、あのタイトルってすごい目に留まるし、私おっさんじゃないのでわからないんですけど、おっさんたちからすると結構否定されてると思うじゃないですか、思うと思うんですけど、でもさよならおっさんって書いた下にちゃんとそのさよならおっさんっていう意味を書いてるっていうので、最初に目に留めさせてから興味を引いて内容を読ませるっていうのがとてもいいマーケティングっていうか戦略だなって思ったので、その広告が好きです。じゃあその広告を見て具体的に自分自身が行動が変わった部分もありますか？その広告って結構その情報を得るのが遅いっていう広告だと思うんですけど、なんか私もあじゃあおっさんだなって思って、はい、全然新聞も読まなくなったし、テレビも見なくなったんでニュースも見なくなったなって思って、でそこからニュースピックスのアプリ入れて携帯でチェックするようになりました。有料契約ですか？いや、無料です。なるほど、はい、有料の方がいいです。じゃあ、いや、それは別に押し付けるつもりはなくて、はい、じゃあ自分だったら大学生ってお金ないじゃないですか、はい、お金ない大学生にどう有料購読させますか？無料まではそのさよならおっさんで引き付けられるとして、どういう戦略で有料まで契約させますか？大学生って何かと契約することによって他にメリットがあったらいいのかなと思って、例えば大学生時間があるんで旅行とかやっぱり遊ぶことに時間を使うことが多いと思うんですけど、有料会員登録をして何ヶ月経ったら旅行がプレゼントされるポイントとして旅行がついてくるとか、大学生をターゲットにするんだったらそういったものが必要なのかなって。なるほど。違う質問きますけれども、嫌いな広告あります。とその理由。ついこの間 CM で見た頑張らなくていい日本 CM 広告を見たんですけど、その時にんとは思いました。まあ、その理由としては日本っていう社会が甘い、甘いって言ったらあれなんですけど。なるほどね。例えば、はい、海外見てるからアメリカとは中国と比べて競争社会はもっと激しい国はいっぱいあると。頑張らなくていいって、まあ、いろんな捉え方あると思うんですけど、私は結構ネガティブな方に捉えちゃったんで、その広告はマイナスなイメージを持ってしまったのであんまり好きではないです。なるほど。だけど今の2つの話を共通点としては、見出しが結構キャッチーで、うん、そのアイキャッチをしているなんだろうって気になって本文読んだんですよね、うん、それの放送全く同じだと思うんですけど、はい、なんつも好きと嫌いと反対の感情が生まれてしまったんですか？やっぱり言葉ですかね。自分が共感するかしないか。あーそうだと思います。なるほど。じゃあ分かりました。ちょっと頑張らなくていいクライアントが何か思い出せないと思うんですけど、自分だったらどんなメッセージを出しますか？同じクライアントとして。それだったらもっとポジティブに頑張ろうとは言わないですけど、もっとできるとか言葉真逆ですね。そうですね。はい、私自身頑張らなくていいって言われたら、そのあこのままでいいんだっていう成長が止まっちゃうと思うんですよ。なるほど。なのでもっとできるって言われたら、いやでもおそらくもっとできる頑張れるっていう話を今までやり続ける、それでも聞かないと思ったから頑張るメッセージをしてると思うんですけど。なるほど。あそれは考えなかったです。じゃあ自分だったらどういうメッセージを出しますか？このままじゃダメだとか。なるほど、わかりました。今の話と総括すると、前半は丸です。はい、丸です。後半はちょっと罰、ちっちゃい罰です。前半に関して言うと、やっぱりこう世の中をちゃんと観察してるなっていうふうに思ったんですね。そうですね、ちゃんと興味関心を持ってなんか何がいい悪いとかをちゃんと考えてるなっていうふうに思いました。はい、はい、後半の方はもうちょっとクライアント名をはっきり覚えてほしかったなっていう。そうですね。嫌いな広告っていうので、はい、イメージがパッて出てこなくて、まあ、僕が聞きたかったのは、実は嫌いっていうかは自分だったらどうするかっていうのを聞きたかったんですね。だからあえて嫌いって言い方をしたんですけど、うん、だから今後もそういう風に世の中を見て広告を見た時に、これはいいな、これはちょっと改善の余地あるんじゃないかなっていうふうに思ったら、で改善の余地あると思ったら自分だったらどうするかっていうことを考えてほしい。常にそれを毎日毎日やったら絶対に面接の時まではもうムキムキになってるはずなので、もし本気で仕事するならそれでやった方がいい。それが普通なんだったら広告業界に入れない方がいい。それが好きだったら入った方がいい。なのでそこはもう無理して自分の価値観を曲げずに、自分が合うか合わないかを判断してほしいと。続きまして、もし広告代理店の弊社に入ったら、どんなクライアントを担当して、どんなメッセージを出したいですか？何でも、日本中、世界中、何でも大丈夫です。比較的今考えやすいのは、自分の立場である、特に就活生に対してはメッセージがイメージしやすいかなと思ってて、具体的には人材業界とかの、具体的にワンキャリアさんだったり、だったり、リクナビさん、具体的に、リクナビ、そうです。
じゃあワンキャリア、はい、ワンキャリアをクライアントにして、ワンキャリアを通してその就活生に対してメッセージを伝えたいので、まあ、そのメッセージとしては、就職活動っていう時期があって、一斉では結構なくなってきてるかもしれないんですけど、まあ一斉ですね、まあ、だいたいそうじゃないですか、時期が決まってやるって感じだと思うんですけど、海外と全く違うなって思ってて、ね、はい、なんかそこに対して周りに流されずに自分の意思を持って自分が納得いく就活をしてほしいっていうメッセージを伝えたいなって思います。どんなメディアでそのメッセージを伝えたいですか？例えばインスタグラムであったり、ツイッター、TikTok が多分今大学生、就活生で多分頻繁に利用されているものだと思うので、そこで流れてくる広告として就活っていうワードじゃなくて、もうちょっと柔らかく伝えて、でもかつそんなに不安にならないようなメッセージ、広告出したいです。はい、広告出したいです。ありがとうございます。今のお話は、バツです。全然ダメだよ、マジで。これは本当にヤバいと思う。今のフィードバックをすると、はい、一貫性があると良くて、さっきの好きな広告、嫌いな広告を参考にしてなんか作った方がいいと思って、はい、なんかさっき好きな広告の要素を上げてくれたし、嫌いな広告の要素を上げてくれたから、はい、なんかそういうのを生かしてもらったら、はい、なんか自分オリジナルのあれができるのになと思ったので、それをしっかり考えるといいと思います。まあ要は、これも筋トレなので、今後も何か触れた時に、これ自分だったらこうした方がいいと思うのになっていうのは常に考えてほしいなというふうに思っています。はい、ということで本日は、南さんに広告業界に志望する、ES と面接対策をしていただきました。自分がいかに今まで対策してこなかったか、自分のメリットしか考えてこなかったかっていうのをボコボコにやられて、気づかされました。自分だったらどうするかか、この広告いいな、この広告はもっとこうできるなっていうのを考えていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな。ありがとうございます。じゃあ、サプリじゃあ、使うかも。